いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。よろしくお願いいたします。さて、今回はですね、光源堂さんのショップチャンネルのオンエアニュースを、ぜひ皆様にご紹介したいということで、またまたすっごいゲストを呼んでいるんですが、一回ね、ショップスターバリューの時に、配信させていただいたので、まあまたあのメンバーがいるんだろうなということ。その通りでございます。ご紹介いたします。まずは声だけ出演になりますが、いつもの通りに。はい、小林でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。小林さんと光源堂とのつながりというのはいつからですか？そうですね。私が、なんと20代。はい。本当？本当？いや、本当に。ほんの3年ぐらい前の話。はい、そうですね。はい。前職からお世話になっておりました。はい。はい、もう本当に。うん。なんかね、感慨深いですよ。いや、本当はショップチャンネルにデビューされる前から、小林久美子さんは光源堂を知り、そして光源堂を使っていて、はい、誰よりも光源堂にうるさく、光源堂の、オンラインの方の会員にもなり、一生懸命こう、軽いものをしてるという情報すごい人です。はい、そしてもう一方、光源堂と深い、つながりがあるのはこの方です。こんにちは、サランドレジューの長本玲子です。また来ちゃいました。はい、玲子さんです。玲子さんと、瀬戸口さんとのつながりというのは、もう全く、はい、ちょっとマイクの近くでお願いしてよろしいですか。はい。たくさんですね、長いんですよね。もう本当に20年近くで、サロンにもいらっしゃってくださってるし、もうそれ以外でもね、ちょっとプライベートでもいろいろ。はい。はい。関係があります。そしても大ファン、光源堂ずっと使ってます。はい。はい、というね、もう本当に光源堂に目がない、そしてまた光源堂さんを愛してやまない、そんな人たちに囲まれて、今日はですね、瀬戸口さんにこの ADMJTV のスタジオにまた来ていただきました。で、お知らせをしなくちゃいけないのはこちら日にちなんですけども、実は3月は本当にオンエアが多いそうで、前半もかなり出てらっしゃったんですけど、今日ここで配信でお知らせするのは後半部分になります。3月の20日の日曜日の10時、それから3月23日水曜日5時、こちらは録画放送。そして3月の24日木曜日が、7時、3月25日金曜日が18時という、かなり放送回数が多いので、もう本当にめぐちゃん多いぞ。急ぎの、大急ぎじゃない、大忙しの、3月なんですけれども、今回その中で後半に出てくるすごくお得なセットを持ってきていただきました。で、どういうものなのか、ADMJTV をご覧の皆さんは多分ショップチャンネルも見てくださっているので、大体ご存知だと思うんですけど、初めての方もいらっしゃるかもしれない。使ってみたかったけどもよくわかってなかったという方は、今日はちょっとじっくりと伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。瀬戸口さんです。こんにちは。またまた来てしまいました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい。めぐちゃん。はい。さあ、3月大忙しということですけど、はい。そうなんです。まあ、今回ちょっと持ってきていただいたのは、うん、その中でも、何これ、アクアファンデーションの発売の14周年を記念した特別セット。そうなんです。はい、アクアファンデーションね、すごく日本だけじゃなくて、うん、今9カ国展開をしてるんですけど、そんなにやってるんですよ。はい、もうね、海外で、やっぱり3つあるファンデーションの中で、ダントツに人気があるのがこのアクアで、光源堂にあるファンデーションっていうと、まず、はい、モイスチャーファンデーション。はいで、このアクアファンデーション。はい、で、2月にね、ご紹介したグロスフィルムファンデーションというパウダリー。はいはいはい、この3つの柱でファンデーションカテゴリーがあるんですけど、うん、その中で海外人気ナンバーワン。で、SNS とかで、うん、ローマ字で光源堂って検索すると、大体の海外の方たちはこのアクアを塗って私見てっていう感じの自撮りがもうすごい出てくるんですよ。どういうふうに住み分けがあるの？一応こちらはね、リキッドファンデーションなので、うん、例えばちょっとこのあまりこう化粧感を出したくないとか、はいはい、あとはちょっとその毛穴とかが気になって、うんうん粉だとちょっと毛穴が余計目立っちゃうからっていう方とか、うん、そういう方たちにすごく人気ですし、うん、あとこれやっぱ撮影現場でやっぱ崩れにくいんですよね、うんはいはい、なのですごくその自然なツヤ膜が結構長時間持続するタイプなので、うん、すごくやっぱり若々しい肌作りにはアクアっていう感じで、いやでもそもそも光源堂のファンデーションって、はいはい、あれテレビが何になった時だったっけ、ハイビジョン、ハイビジョン、そうなの、うん、もうそれすぐね、ハイビジョンになった時に、はい、もうなんか画面がよりリアルになるから、うんはい、本当にその女優さんたちが、うんいやもうちょっとごまかせなくなるからなんとかしてっていう、ねはい、悲鳴を上げてた時に、うん、
この高原堂のファンデーションたちが使われるようになったわけじゃないですか。はい、そうなんですよ。でも考えてみたら、私、ごもっともだなと思ったんだけど、うん、テレビで見る世界の人、そりゃそうだけど、うん、一番リアルなのって、うん、対面している私たちの普段の生活じゃない。そうなんですよ。友達同士の目が一緒じゃん。そこに使えるのが高原堂なんだっていうのを知りましたよ。うん、ありがとうございます。うん、私、ショップチャンネルさんに19年前デビューした時に、やっぱりその高原堂ってモイスチャーファンデーションでデビューをさせていただいたんですけど、やっぱり多くのキャストさんに、その中の一人に稲垣先生もいらっしゃるんですけどね。先生言うそうですね。ハイビジョン対応のファンデーションなんですって言ったら、はい、ハイビジョン対応って何っていうところから、うん、それ私たちに何で必要なのっていう質問がものすごくあって、うん、やっぱりその画面を通して見るだけじゃなくって、ハイビジョンってやっぱりそのスタンダードって言われている昔のテレビですよね。はい、スタンダードビジョンの、まあ、倍以上の操作性の細かさがあるので、うん、より黒は黒に見えるし、肌も今まですごくこう人間も太って映ってたじゃないですか。はい、それがどん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 実物に近くなってくるっていう、うん、いい面もあるんですが、うん、ただこう肌とかやっぱり様子がリアルにやっぱ映っちゃうので、うん、厚塗りもバレてしまうというところで、はい、さあ困ったよっていうところで開発に着手したのがモイスチャーファンデーション、うん、で、うん、ここはもうさらに次の、うん、ウルトラハイビジョンに向けてっていうところもすでに話がありましたので、はい、やっぱりそういったより鮮明な、はい、その映像にも耐えられる肌作りを支えようっていうので、うん、生まれたのがこのリキッドのアクア、でもそれは映像の世界の話だけじゃなくて、はい、本当に私たちの肉眼同士のそう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 、このリアルな世界で一番当たり前に欲しかったものだったわけですよね。うん、そうなんです。それはね、うん、これはまた、随分なんかとろっと。そうなんです。これは、本当にこの。みずみずって感じ。そうなんです。うん、本当にね、こちらは、潤いをベースにやっぱり作っているので、うん、ローションと乳液の間ぐらいのテクスチャー うん、なのでね、少量で、さーっと伸びて、で、やっぱりこの軽いのでタッチが、カバー力どうなのって思われがちなんですけど、実はカバーもこんなにしてくれるんですよ。すごい。そう。だけど、すごくこのツヤ感がすごい綺麗じゃないですか。言葉としてあってく、生めかしくない？そう。すごい綺麗。いい感じね、これ、ね。やっぱりツヤが、うん、やっぱりいい。そう。で、今だってめちゃくちゃツヤ流行ってるじゃない？そうなんです。はい、うん。だけど、なんかツヤがあると、意外とこう、ベタっとしたりとか、髪の毛張り付く系な感じの。そうそう、ね、うん。そう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 。なんかいろんなものが張り付いて、このツヤいらないみたいな感じになるじゃないですか。そう。髪ならいいよ。ほこりつけたらみたいになるの。いや、ほんとそうなんですよ。はい、だけど、これは、パウダーも一緒にね、もちろん入っているので、これリキッドでツヤがあるのにサラッサラなんですよ。すごいね。そう。で、このツヤ。久しぶりに見たけど、すごいね、やっぱり。いいでしょ？いいでしょ？やっぱりいいね。はい、もう、すごいこだわって作ってるので。うん、でね、この実はアクアの人気の秘密って、ちょっとね、これティッシュがあるんでね、ティッシュでこうやって押さえますけど、うん、ティッシュで押さえてもこのツヤが。結構今ね、力入れてましたよ、はい、横から見てましたけど。バンバンやっても、ツヤがなくならないんです。テレビパフォーマンスじゃないよ。今、リアルです。リアルにやっていて、はい。で、結局、さっき言ったように、ハイビジョンとか、ウルトラハイビジョンとか、一般の私たちに全然何にも関係ないじゃんって思われがちなんですが、私、一番怖いハイビジョンって人間の目だと思ってるんですよ。うん、だから、同窓会とか行った時に、ありません？なんかこう、ヘアスタイルとか、ファッションとか、カバンはね、まあ、なんとかなるじゃないですか。でも、意外とマウント取り合ってるのって肌じゃないかなって思っていて。そうそう、お金かけりゃ、それ綺麗でいられるだろう。うんうん、でも、そんなにね、そこだけに普通の生活している私たちは、そう。かけられない。かけられないですよ。かけられないけど、これ安くなるんならかける。うん、これってちなみに、はい、この上に粉とか叩くの？いや、このままで大丈夫です。これだけでいいんですよ。これだけでいいんですよ。なんか、すごい詳しそうな人が出てきた。3色。もうきちんと高原堂、高原堂のファンデーションは基本立体メイクのために作られたハイビジョン仕様なので。出たよ、専門的に。さすがです。2色は絶対だね、まあ。そう、2色は絶対なんですけど、うん、そう、ショップチャンネルさんでは1色しか、いつもね、お買い得にならないので、うん、私は
高原堂さんのインターネットで、他の2色を、ね、はい、オフィシャルのオンラインストアで、他の2色をゲットして、うん、きちんと創業当時のルールを守って、使用させていただいたので、まあ、今の鼻の穴を膨らまして喋ってる小林さんの顔を皆様にお見せしたかった。ちょっと待って、今回じゃあ1色だけの展開でのセット組ですか、はい、うん、そうなんです。ショップチャンネルさんでは、はい、まあ、大体まあ普通肌って、まあ、8割ぐらいなんですけど、まあ、中間色に近い肌色と、うん、あともう一つちょっとこうピンクトーンの、まあ、色白さんというかね、そんなに白くはならないですよ、でも、うんうん、そういうピンクトーンのものと2色展開で普通肌、色白肌っていう感じで選んでいただき、うん、じゃあちょっとまだ小林さんほどまで、はい、踏み込めてない私たちは、はい、まずはこのセットで、はい、この普通肌を選べば、うん、はい、まず基本間違いない、間違いないです。違いますよ、何両方買うんですよ。あ、すごい。そうすればハイライトに使う。あ、そっかそっかそっか、さすがです。両方買うと、うん、さらに何かがついてくるってこと、これ汚れなんで。そうなんです。ね、セット内容が、はい、実はもう3月ね、すごくファンデーションとかメイクが楽しいシーズンなので、もちろんこの主役の、もアクアはもちろん1本入るんですが、はい、下地が、やっぱりいつもこういうレギュラーサイズなんですけど、はい、使ってる、はい、そうですよね。ところが、やはりこちらも、しかも色がグリーンです。あ、グリーンだ。はい。グリーン。持ってます？でも、さすがです。レイコが喋ります。グリーンも白はメインで使っていて、グリーンを使う時もあるんです。それはどういう時ですか？ね、ここのところ、夏とか。どこかわかんないですね。見られないところがね。こういうところとか。ほっぺ？うん。この辺ですよね。そうですね。目の下とかね。そう、もう一回、ジェスチャーして。この辺とか。レイコさんはこの辺にこう使われるっていうことなんですけど、はい、このね、グリーンを春夏にご案内するポイントって、すごい、ちょっと一つあって、夏ってやっぱ紫外線と汗皮脂が混じって、結構赤くすみ。赤黒いくすみとか、茶くすみっていうんですかね、はいはい、うん。そういうのがすごく強く出るので、より透気度を上げるというか、その透明度を上げるのが必要で、これでもヘアメイクさんね、結構グリーン使ってる方多いんですよ。さすがですね。そう。で、こうやってどうでしょう、二色使いするの。さすが、パールホワイトとね。そう、サンドの大鉄板、ね。二色使いなの。そんな人ばっかりこういう感じで。そう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 。そう、こういう感じで、血管が、血管の青がよりこう透明度をこう透けて見えるようなこの青があるので、白と比べると白よりもそのハイライト効果が強いです。あ、そう。だからここのほら目の下。そう。ここです。今ここです。はい。そう、レイコさんなんかここでいつもね、すごい明るいですもんね。そう、大事。そうだ。そう。レイコさんのインスタ見ると、そこピッカピカ。カピカ。これ何も入れてないんです。これ。すごい。でも入れたようにふっくら見えるんですよ。赤、やっぱり光って大事で、そうなんですよ。だから、やっぱりここの頬の高いところに、ちょっとこうハイライト的に入れてあげるだけで、ふっくらとして見えるから、なるほど。そう、頬の膨らみって、実は若さを、赤ちゃんってふっくらしてるじゃないですか。はい。そう。でも、年齢とともにしぼんでくるのがやっぱりこの辺なので、ここにちょっと光をパーンと集めて、明るさを出すっていう。じゃあ、それをして、してで、2セット買うから、うん、その高く見せたいところには、色白の方を入れ、うんうん、はい、それから、ちょっとこう、シェードをかけたいときには、普通肌の方を使えばよろしいですか、久美子さん。ねほさん、よろしいですか、すごい、もう、ここ、高度な、なんか展開になってるんですけど。そう、高変動だもんね。そう、嬉しい。ありがとうございます。ね、でも、二人ともね、今日もピッカピカでお肌が、もう稲垣さんもそうなんですけど、本当にこういうちょっと私は綺麗な先輩に憧れてなんか頑張らなきゃって思います。本当にピカピカにしてもいやもう本当めぐちゃんはピカピカにする手を持ってる人ですから。あ、そうですね、でもこの、はい、じゃあ、ま、さらにそのちっちゃいのない、はい、これは結構意外とつけると皆さん喜んでくださるのがアクアのこれミニボトルで、うん、しかも欲しい、そうなんですよ、これを売ってもらえないかっていう声がある。売ってるの？売ってないです。ひばひこれはねアクアが30ミリ入ってるんですけど、これ10ミリ3分の1サイズで、ね、これもねノズルがついてるから旅行とかちょっと外でメイクするとか、そう、そういう時にすっごくこれ使い勝手が良くて、うん、なんかまあ YouTube だから言っちゃいますけど、これね、蓋が開くんですよ。はい、なので、開くはまたここに継ぎ足しして、ああ、すごい。そう。私とか色を違う濃い色混ぜて、ミックスして、そう、自分カラーを作っ
ったり、そう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 、そういうプロだわ。そう、それでもう一個嬉しいのが、それ、こう、ファンデーションブラシ、これ、三角形なのが分かりますかね、ちょっと。うん。うん、これね、三角形ってすごくやっぱりブラシとしては珍しくて、うん、目のこの下とか、小鼻。めっちゃね。うん。で、小鼻の毛穴が気になる人も、結構毛穴って一方向だけに開いてなくて、いろんな方角に癖があるんですよ。なので、こう塗る人も、やっぱり戻らなきゃいけなくって、その行ってこいのさ、動作が、めちゃくちゃ楽。で、これ、うん、毛の、ね、細さも 0.05 ミリなので、はい、もうこれでサッ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 ってやると、うん、毛穴の消しゴムになるんです。毛穴の消しゴム、そう。出たよ、名言。メモらせていただきます。これで、サーってやるだけで、ピタッと密着して、すっごい時短になります。確かにね、さっきちょっと打ち合わせの時にブラシの、細さも触らせてもらって、うっすすごい気持ちいいの。そう。めちゃ気持ちいいの。ありがとうございます。それが、うん、毛穴を消しゴムのように消してもくれるという。そう。欲しい。それ売ってるの？これも非売品です。出た。じゃあもうほんとセット買わないと、これらも手に入らないんだ。そうなんです。今回。ね、今回。そうなんです。はい、だからね、結構、やっぱりこう毛穴が気になる人とか、うん、例えばお肌ちょっとこう、なんだろう。その私のようにね、うん、なんとなく小じわがとか、うん、そういう方はやっぱアクアすごい使いやすいと思うので、うん、であとお手持ちのねお粉をね逆にパーッとかけていただいても、はい、このアクアのツヤって消えないんですよ、うん、でもねもし前回のショップスターバリューで、うん、あちらのパウダー買っちゃったよっていう方がもし今いらっしゃったとしたら、はい、これを塗っていただいて、はい、パウダリを薄く重ねるとうもう女優です。女優になりますっていうぐらい。どうしよう。いや、でも、ほんとこれね、女優さん人気ナンバーワンかも。じゃあ、前回買ってくださった方も、またここで違う非売品もな、うん、一緒にブラシもあるし、はい、ちびちゃんもいるし、はい、で、これを使いながら、パウダーをかけたりとか、本当にこう、心身によって使い分けもできるし、うんはい、なんかそれだけでね、うん、おうち時間が長かろうと、はい、なんかこう、やっぱり女性って、うん、小林さんもね、ちょっと名言残したの、この間、はい。やっぱりファッションは、うんもう筋肉だっけ、なんだっけ、ファッションと筋肉は同じです。同じです。鍛えないと、ダメになる、うん。素晴らしい。名言です。メモ。メイクも一緒だよね。そう。うん、だっておしゃれ、ファッション。うん、おしゃれだから。そうなんですよ。なんかね、やっぱりね、お肌に、やっぱり皆さんトラブルとかお悩みあるじゃないですか。はい、私も、まあ、エステティシャンとして活動もしてるので、あれなんですけど、やっぱりね、手をかけるっていうか、興味を持つっていうことに対して、やっぱり気持ちがいくと、絶対綺麗になるんですよ。うん、そう。うん、だから、いい道具をやっぱり使ってほしいし、隠すんじゃなくって、高限度のファンデーションの作り方って、やっぱりその肌の質感を生かすっていう処方で、うんもう絶対厚塗りにはしないので、はい、やっぱりそれで肌に自信が持てると、もうおしゃれも楽しいし、髪の毛もツヤちょっともうちょっと出そうかなって思うし。何でもツヤは大事なんだね。大事。ね。そう。本当ですね。うん。だからこれは、すごいこう、ね、ちょっとこう、若者系のこう、ギラギラしたツヤじゃなくって、エステの後の生肌のツヤを再現しているので、はい、そう。だから、本当に素肌が綺麗な人っていうメイクがもう簡単にできると思います。本当になんかまだまだ伺いたいところあるんですよ。はいね、また喋りすぎちゃった。そういやいや、ね、そのエステを再現するために、はい、わざわざそこを全部科学的に分析して、はい、分析しました。それでこれは処方されてるというものなので、うんはい、本当に皆さんの毎日をツヤツヤにしてくれるのが、うんこの高原堂の、はいアクアファンデーションですので、14周年の特別セット、はいぜひ3月の後半に登場しますということで、はいぜひね、皆様もチェックしてください。はい。さて、そんな中で、はい、これだけでは終わらせないのが AMJTV でございます、はい。待ってました。はい。実はね、これはこれは。ここ最近の商品の中で、はい。めぐちゃん気になるものありますか？で聞きました。はい、小林さん、はい。はい。お願いします。ね、タオルでこちらを、うん、はい。選んでいただいて、ここからは ADMJ の広告です。はい。広告で。このバッグめちゃくちゃ可愛い。ありがとうございます。私、小林さんに気になるのある？って言われて、はい、もう真っ先に、この子に飛びついたんですけど、うん、私やっぱりこのカバンというよりは、やっぱりこう斜め掛けが好きで、で、もう、このサイズ感といい、色が、これパイソン？そうなんですよね。パイソンではなくてね、スネーク、うん。スネーク？はい、イタリアの入社。なんかわいい。リアータとスネークなんですけれども。見たことないです、こんな、もうかわいいピンク。で、しかも私が嬉しいのは、こちらがお財布になってるんですよ。で、中の柄が、
めっちゃかわいい。ちょっとワンランク上のシリーズなんだよね。はい。これカードが10枚以上入ります？そうなんです。もう普通の機能が全面についていて、ADMJ では本当にベストセラーな、そうなんだ。リアのとっても人気のアイテムで、これもう本当お目が高いな。いや、私、もうこれも買います。これも買います。ありがとうございます。もう広告なので、片渕さんにこう進めていただく。これ。もうここ、これだけあったら、あ、もう鉄板でスマホここですよね。ここスマホで、大事、もうスマホ大事です。もう、あと私本当にお財布機能さえあれば、もうここ買い物、ちょっとしたものは、うん、ね、今買い物袋持たなくてもここに入れられるっていう。うん、でもこれは本当に可愛いです。いやでも一目惚れ。ちょっと一瞬思ったんだけど、うん、あの、瀬口さんはほら、コスメのね、ゲストさんだけど、うん、はい、皆さんさすがだね、ショップたくさん見てらっしゃるから、はい、バッグの見せ方が、ちゃんと、そうですね、商品の見せ方がね、できてる、さすがだなと思いました。本当ですか？いや、でもこれはすごい、もう本当に売り切れちゃうか前に買わないとって感じです。うん、はい、私早く旅行行きたいので、そうですね。ねえ、ちょっと旅行行けるようになったら、これでちょっと行きたいなって。すごい似合うね。うん、かわいい。はい。素敵な。はい。ありがとうございますとかで言っちゃって。なんかいいものもね、こうして、なんかそれぞれに、なんか、うん、やっぱりこれがショップチャンネルのゲストさんたちのいいところだなと思いました。うん、なんか自分のとこだけじゃなくって、うん、なんかお互いをすごく皆さんリスペクトし合ってて、うん、なんかいい感じで今日はお話を伺っていますけども、ね。ちょっとかわいいね、バッグはね、うん、もうまたそういう旅ができるようになってから、お楽しみということで、はい、でも旅のともに、やっぱりその時にはこのファンデーションで可愛くなっていただきたいね。そうですね。もうぜひぜひ、ツヤツヤで写真いっぱい撮ってください。はい。ということで、今日はね、瀬戸口さんに3月の後半の、はい、ショップチャンネルのオンエアのお知らせをしていただきました。はい。ということで、まぁ、ちょっとね、うん、だいぶガヤの芸人さんたち。ガヤ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 。いやいやいや、もう、愛すべきお姉様たちです。いかがでしたか ?ADMJTV。もう楽しくて、これ喋っちゃいますね。もうなんかテレビよりこっちがいいみたいな。バクドラッグまたでもぜひね、遊びに来てもらって、いろいろとなんかね、はい、面白い話もね、していきましょう。はい。はい。ということで、それでは皆様、今日もご視聴、ありがとうございました。